初めて食べます？カニ汁。なんかすごいコクがあるんですよ。甘みとカニのそのコク深い味わいが全部出し切ってますね、これね。はい。行ってみてどうでしたか？すごい正殿ですよね。全く震災前にもこんな人に賑わったことないので、珍しい光景です。今回何買ったんですか？ラーメンとホッキ貝を買った。まあ、煮魚とこちらを先にした。どうでした？行ってみて。あ、もうすごい新鮮なお魚いっぱい並んでて、もうワクワクしました。最初朝はもうガーッとたくさん並んでて、はい、今カニ汁をもらってびっくりしてる。たくさん買いました。魚市っていうのがもう12年ぶりぐらいですかねで行われたんですけど、もう想像以上にお客さんが集まっていただいて、本当に江戸の魚を食べたいっていう、そういう皆さんの消費者の皆さんの気持ちが本当に伝わったような感じがして、本当に嬉しかったです。ぜひともお盆とかクリニックはね、定期的にやって